はい、皆さんこんにちは。アイルニーの谷口です。今日も束ね語り動画になります。ブーケを束ねながら、ある一つのテーマに沿ってお話をしていくという動画になります。今日のテーマはですね、花の組み合わせ方、色の組み合わせ方とか花の組み合わせですねについて、お話ししていきたいと思います。今日束ねるブーケはバラ、ブブセラ、スカビオサ、クリスマスローズ、ラナンキュラス、ウリチラリアメレアグリス、スイートピー、ユーカリ、アメリカイワナンテ、西洋イワナンテの紅葉と、ジャスミンを束ねていきたいと思います。はい、さあ、花の組み合わせについてなんですけども、アイロニーではね、ブーケ組み合わせていくときは、なるべくたくさんの人が綺麗と感じやすいような最大公約数的なね、組み合わせの美しさみたいなものを、必ず意識するようにしています。で、それはね、僕らが仕事でしてるブーケ花っていうのは、見るかな、っていうのは自分だけ綺麗とか、お客さん、買ってくれるお客さんが満足して綺麗と感じてくれればいいっていうものではないと考えています。花ってね、プレゼントで使われたり、まあ、ギフトのブーケもそうだし、どこかに花を飾るっていう場合も、完全に自宅で一人だけで楽しむっていうものでなければね、誰かに対してのおもてなしっていう意味合いが出てくると思うんですよね。で、そうすると、その人だけが綺麗って思う依頼主、例えば僕らにとって依頼主だけが綺麗って感じてくれれば成功かっていうと、そこに来た人とかブーケプレゼントで受け取った人が、綺麗と感じてくれないと、そのブーケっていうのは、成功じゃないということになってしまうと考えています。なので、なるべくたくさんの人が綺麗と感じてもらいやすいを、目指すようにしています。じゃあ実際どうしていってるのかというと、大体の場合はね、同系色、同じ色味のものを集めていくような感じにしていきます。近い色ですね、似た色、赤っぽい色だったら赤っぽい色のものをたくさん集めていくっていう感じにすると。で、なおかつです。これすごく重要ですけども、例えば色の近いものだけ集めるっていうのはすごく簡単なことなんですね。それだけでも十分、5、6種類集めていくと、人が綺麗と感じてもらいやすいものっていうのは仕上がっていくと思うんですけども、なおかつたくさんの人に綺麗と感じてもらおうと思うと、お花のことをよく知ってる詳しい人
もいれば、あんまり知らない、人もいると。そういう人、どちらも綺麗と感じてもらえるように、これは色の組み合わせ、花を色として、単純な色としてね、見やすい、あまり花に興味のない人にも綺麗と感じてもらえるように同系色でまとめつつ、花に詳しい、花のことが好きな人に綺麗と感じてもらいやすいように、いろんな花の質感、例えば硬い、柔らかい、つるっとしてる、ザラッとしてるとかね、いろんな質感のもの、キャラクターですね、いろんなキャラクターのものを同系色、同トーン、同系色もしくは同トーン、ね、の中で集めていくようにしていると。そうするとそれぞれの花がより綺麗に見える。こういうルールで花を選んでいってます。まだね、さらにそこから、細かいルールが出てくるんですけども、これね、僕ら、ディプロマコースといってね、アイロニーのレッスンの内容で、このアイロニーの色の組み合わせのルールっていう、講義があるんです。パリテーンでも、ディプロマコースでやってるし、日本でも、僕が日本に帰った時、僕は月20日間、パリで仕事をして、毎月10日、まあ、1週間か10日ぐらいは毎月日本に帰るようにしてるんですけども、その時に、短期集中ディプロマコースっていうレッスンを毎月、芦屋でやって、その次の月は青山でやってって交互にね、やってます。日月連続した2日間で、丸2日、まあ1日ずつ取れます。1日4クラス、実技が3つと講義が1つ、それを6日間ですね。だから交互にやってるので、3月にやったら芦屋で、3月にやったら4月は東京で、5月はまた芦屋で、だから3、5、7とかね、1ヶ月飛ばしで受けられるんですけども、ちょっとややこしいかな、バタバタっと口頭で言っても、そのディプロマコースっていうのがあるんですけども、その中で、一つの講義の内容となっているのでね、ここから先詳しい話、すごく重要なことがあるんですよ。花の組み合わせの、考え方っていう上で、今言ったベーシックなこと以外にすごく重要なことっていうのがあって、それをお伝えしていってるので、ぜひ興味ある人はね、プロフェッショナル目指す人は、僕らがもう20年ですかね、20年やってきたことを、一切隠さずにね、伝えていくっていう、あれ、ディプロマコース、まあ、プロフェッショナルに向けたものですね。初めての人でも全然大丈夫なんです。花を仕事にしたいなっていう人には、役に立つ、コースのレッスンがあります。その中でお伝えしているので、ちょっと触りのすごくベーシックな部分だけを今日は、お伝えしました。同系色、同トーンでまとめながら、それぞれのキャラクター、花が持ってるそれぞれのキャラクターを生かしていくっていう風に組み合わせていくと、たくさんの人が綺麗と感じやすい
ブーケができると考えています。はい、そこ行ってるうちにブーケが出来上がりました。はい、こんなブーケ今日は、ぜひ皆さん、この動画有益だな、勉強になったなと感じたら、面白かったな、ブーケ束ねるところと思ったら、いいねボタン、いいねなのかな、グッドのボタンを押したり、コメントをぜひぜひ感想とかコメントしてください。質問とかあればね、コメント欄に入れてもらえると、漏れなく返事をさせてもらいます。ぜひあとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日は束ね語り、花の組み合わせについてお話しました。では